ヘンリエッタスワンリービット、ヘンリエッタスワンリービット、ヘンリエッタスワンレビット、1868年7月4日から1921年12月12日は、アメリカの女性天文学者である。ケフェード変更性の変更周期と高度との間に相関があることを発見し、1912年に、ーマゼライクモ内のケフェード変更性の周期に関する研究を発表した。 この発見は天体までの距離の測定に利用され、後に渦巻き星雲や大型の星雲が銀河系内の天体か銀河系外の天体化についての大論争に決定的な影響を与えることになった。1868年に牧師の娘としてマサチューセッツ州ランカスターに生まれた。父はジョージ・ロズウェル・リービット、母は同名のヘンリエッタ・スワン・リービット、 旧姓ケンドリック、リービット家は学問を重んじる家系だった。両親の間には七人の子供が生まれたが、二人は幼少期に死亡した。ヘンリエッタは長女であった。十代の頃、一家はオハイオ州のクリーブランドに移った。ヘンリエッタは1885年にオーバリン大学に入学したが、1888年にマサチューセッツ州に戻り、 ハーバード大学、ラドクリフカレッジに学んだ。大学では、人文系の授業を中心に履修し、4年次に、初めて天文学の講義を受けた。1892年に、ハーバード大学の文学史と同等の資格を有すると、知るさた書を受け取り、大学を卒業した。大学卒業後、リービットは、髄膜炎と思われる病気にかかった。そして、 その影響により聴覚障害を持つことになった。当時、女性が科学分野で働く機会は少なかったが、1893年にリービットはハーバード大学の天文台で学びながら、無給助手として働くようになった。これは、米国芸術科学アカデミー会員でもあるおじのエラスムス・ダーウィン・リービットの計らいではないかとも推測されている。しかしリービットが、 天文に興味を持つようになった理由については分かっていない。当時のハーバード大学天文台長はエドワード・ピッカリングであった。1877年に台長になったピッカリングは天体写真を解析し、一つ一つの星について位置や明るさ、スペクトルを特定させるプロジェクトを進めていた。そしてこうした天文学への写真の利用に伴って、 写真データの整理を行う仕事が必要となった。この仕事に取り組む人は、コンピューターと呼ばれた。ピッカリングは、当初、若い男性をコンピューターとして雇ったが、彼らの仕事ぶりはかんばしくなかった。そのため、業を煮やしたピッカリングは、うちのスコットランド人のメイドの方がずっとしな仕事を、すると言って、実際にメイドをしていたウィリアミーナ・フレミングを、主任として雇い入れた。 これをきっかけにピッカリングは他にもリービットをはじめとして多くの女性をコンユーターに採用し作業場はピッカリングのハーレムとも呼ばれた女性コンピューターは作業が正確な上当時は給料も安く抑えられるという理由もあったリービットはこの職場において星の等級を記録する作業を任せられその中でも写真データから変更性を探し出し カタログに記録するという仕事に従事した。1896年から2年間、リービットは天文台から離れ、ヨーロッパへと出かけた。詳しい行き先については分かっていない。アメリカに戻ってからは、父が牧師をしていた教会のあるウィスコンシンに住み、芸術学部の助手として働いたこの間、天文学の論文執筆にも取り掛かったが、体調面の問題もあって、執筆は進まなかった。 1902年、リービットはピッカリングに手紙を書き、自分は体調的に寒い冬の夜に外に出ることはできないので、暖かいところにある天文台か学校で自分を雇ってくれるところはないだろうかとんだ。それに対してピッカリングは自分のところでフルタイムの仕事があると答えた。そして給料は通常時給25セントのところ、 リービットの能力を考慮して30セント支払うと告げた。リービットは喜んで応じたが、この金額は当時の男性の賃金の半額程度だった。リービットは1904年から本格的に変更性の調査を再開し、瞬く間に小マゼラン雲から数十個の変更性を発見した。この成果は天文学者の間で話題となり、 ワシントンポストの通信欄でも報じられた。リービットは1907年までの間にマゼラン星雲内で大マゼランクも808個、小マゼランクも969個、合計1777個の変更性を発見し一覧表を作った。1908年、リービットは自らが発見した変更性についての論文をハーバード大学天文内年報に発表した。 この論文の最後の部分で、リービットは16個の変更性を取り上げてその明るさと周期表を載せた上で、明るい変更星ほど長い変更周期を持つという事実は注目に値すると記した。この発見は後に注目されるようになる。しかしこの年、リービットは病気にかかり、両親の住むで約1年にわたり療養した。その後3ヶ月間は在宅で勤務し、 1910年5月に職場に復帰した。ところが、翌年3月に父が死去したため再びベロイトに戻り、6月頃からは、理由は定かでないが、デモインの親戚の家に滞在した。秋になった頃、ガーデンストリートの叔父の家に戻り、本格的に仕事に復帰した。復帰後の1912年、ショーマゼラン生雲にある25個の変更性について、 明るさと変更周期のグラフを作成して発表した。1912年の論文発表後、リービットはピッカリングの指示により、構成の等級測定の基準となる、北極標準性の等級を判定する作業に従事した。この成果は1917年に184ページの論文として発表した。この間の1916年、一緒に住んでいた叔父のエラスムスが死去したため、 ケンブリッジで一人暮らしを始めた。この時期のリービットは変更性の研究からは遠ざかっていた。しかし、同時期、ウィルソンやマ文台の天文学者、ハーロー・シャプレイはリービットによる変更性の研究に関心を示し、自らの研究を進めるにあたってリービットの助けが必要だと感じた。シャプレイは、ピッカリング宛に彼女の周期コード関係の発見は、 厚生天文学に極めて大きな成果をもたらすことになると思えれます。私が今結論を出そうとしている統計処理の変更周期に関する部分についてぜひ彼女から直接ご意見を伺いたいのですと手紙を出した。シャプレーとピッカリングは1917年から1918年までこの件で何度か手紙でやり取りしたがピッカリングはその後間もなく死去した。 ピッカリングの死後、ハーバード大学天文台長の地位にはシャプレイがつくことが決まった。シャプレイは1年間の試験採用期間を経て、1921年3月に正式に天文台長となった。シャプレイ就任前の1920年、リービットはシャプレイに今後の研究内容について助言を求めた。シャプレイはそれに対し、 今までの変更性の研究をより深く続けるべきだと答え、さらに変更性の周期と高度の関係が大マゼラン雲の変更性でも成り立つか調べてみてはどうかと提案している。またこの時期、リービットは天文台近くの部屋で母親と暮らすようになった。シャプレイが大長になった1921年、リービットは天体速攻の責任者となっていた。 しかしリービットはその年、胃がんとなり闘病生活に入った。病床には、シャプレイや同僚のアニージャンプキャノンが何度か訪れたが、同年の12月12日に53歳で亡くなった。遺体は、ケンブリッジ墓地に家族と共に葬られている。リービットの死後、シャプレイは、リービットに代わってその仕事を引き継ぐ能力のある人はいませんと語った。また、 1922年5月に開かれた国際天文学会の第一回総会では、リーヴィットの業績を天文学への偉大な貢献と称えた。アニージャンプキャノンは、リーヴィットの葬儀から4ヶ月後、ペルーへ向かう蒸気船の上から南半球の星空を見て、大マゼラン星雲はなんと明るいのだろう。見るたびに、かわいそうなヘンリエッタのことを思わずにいられない。 ヘンリエッタはこの生運をどれほど愛していたことだろうと日記に続っている。1925年、スウェーデンの数学者であり、スウェーデン王立科学アカデミー会員でもあるようしたミッタクイコールレフラーは同僚からリービットの業績について話を聞いた。リービットの死を知らなかったミッタクイコールレフラーはリービット宛てに1926年のノーベル賞の 候補者に推薦したいと思うほど感銘を受けましたと書いた手紙を出し、研究について詳しく知らせてほしいと記した。しかしリービットはその4年前に死去していたため、ノーベル賞が与えられることはなかった。リービットによる変更性の研究は写真看板から変更性を探し出すことに始まった。ハーバード大学天文台はペルーに観測書があったので、そこで撮影された。 天体写真を所有していた。同じ場所で別の時間に撮られた二枚の写真のうち、一枚をポジに、もう一枚をネガにして重ね合わせると、同じ場所で同じ明るさで写っている星は重なり合って見えなくなる。しかし明るさが変化している星、すなわち変更性は、写真に写る大きさが若干異なっているので、重ね合わせると形が残る。リービットはこの方法によって、 最終的には2400個以上もの変更性を発するという異業を成し遂げた。この数は当時存在が確認されていた変更性のおよそ半数にあたる。リービットは発見した変更性のうち、小マゼラン雲にあるケフェード変更性と呼ばれる変更性に着目した。そして明るい変更性ほど変更の周期は長くなることを発見した。 星は、実際の明るさ、絶対等級が同じであっても、地球からの距離が異なっていると、見た目の明るさが違って見えてしまう。遠くの星の方が暗く見える。したがって、天体写真から、実際の明るさを判断するのは困難であるが、リービットが着目した、変更性はすべて同じショーマゼラン星雲内にあるので、地球からの距離はさほど変わらないと推測される。そのため、 絶対等級の差はそのまま見た目の高度の差として現れると考えられる。リービットは1912年、横軸を周期の対数に縦軸を高度に取ったグラフに25個の変更性をプロットし、これらの星の値がグラフ上で直線上に並ぶことを示した。この発見は地球と恒星との距離を求めるにあたって大きな進歩をもたらした。当時、 構成までの距離を求めるには視差を利用した三角測量が知られていたが、当時の観測制度では、この方法では、数十光年の距離までしか測ることができなかった。しかしリービットが発見した関係を使えば、ケフェード変更性の変更周期から、実際の高度を求められるので、実際の高度と見た目の高度の差によって、その星がどの程度離れているか求められる。ただし、 これで求められるのは、ケフェード変更性間の位置関係だけなので、地球からの距離を求めるには、地球からどれか一つのケフェード変更性までの距離を別の方法で知っておく必要がある。そのためリービットは、1912年の論文の最終ページに、この型の変更性のいくつかの示唆が測定されることも、また望まれると記した。リービットは、北極標準性の測定にも取り組んだ。 これは北極星近くにある96個の星について高度を測定し、等級を見直した上で、それを前天の星の明るさの基準にするという計画だった。リ e a v i はこの作業に長年取り組み、1914年299枚の写真から分析した等級判定作業を完了し、1917年に論文にまとめた。この論文では、 測定の際の補正方法についてもまとめられている。この研究はピッカリングが力を入れて取り組んでいたプロジェクトで、ここで決定した等級は、以後数十年にわたり使用された。しかし一方で、ピッカリングが変更性の研究よりも、本プロジェクトを優先させて、リービットをこの仕事にかかりきりにさせたことについては、批判もある。セシリアペインイコールが防止金は、 聡明な科学者をそれに適さない仕事に追い込み、おそらく変更性の研究を数十年間遅らせた無常な決断と述べている。リービットの変更性についての論文は発表当時ほとんど話題にならなかった。しかし、デンマークの天文学者、アイナー・ヘルツシュプルングはこの論文の重要性に気づき、星までの距離測定に活用した。ヘルツシュプルングはまず、 銀河系内ですでに知られている13のケフェード変更性に着目した。これらの変更性は地球から遠く離れており、視者から距離を直接求めことはできないが、年代の異なる製造を使用しての構成位置の変化の測定、及びドップラー効果による星の赤型変異、青型変異の測定によって、星の固有運動を導き出し、 さらに銀河系内を移動する太陽の動きも考慮に入れれば地球からの距離を求めることができる。ヘルツ・シュプルングは1913年、こうして求めた距離をリービットが発見した関係を使って、ショーマゼラン雲の変更性に当てはめることで、地球からショーマゼラン雲までの距離を3万光年と求めた。同時期に同じような研究に取り組んでいたヘンリー・ノリス・ラッセルは、 ヘルツ・シュプルングの論文を読み、ヘルツ・シュプルングにあてて、あなたが採用したミスリービットの発見による方が、こんなに役立つものとは思ってもいませんでしたと手紙を出している。ハーロー・シャプレイは、ヘルツ・シュプルングの論文を踏まえつつ、変更性の研究に取り組んだ。そして、シャプレイは、リービットの研究結果に、独自の修正を加え、そこに、 球状星団内で見つかったケフェード変更性を当てはめようとした。しかし、球状星団で発見された変更性の変更周期は、ショーマゼランクモの変更性の周期よりも短い値であったため、リービットが発見した関係がそのまま成り立つのか疑問であった。シャプレイはこのことについて、ピッカリングを通じて、リービットに直接意見を求めようとしたが、 ピッカリングからはなかなか思うような回答が得られなかったため、短周期の変更性でもリービットが発見した法則は成り立つということにして研究を続けた。シャプレイは他にもいくつか過程を加え、我々の銀河系、天の川銀河の大きさを約30万光年と見積もった。リービット死後の百二十三年から百二十四年にかけて、ウィルソン山天文台のエドウィン・ハープ、 ハッブルはアンドロメダ星雲内に変更星を見つけた。ハッブルはリービットが発見した法則を使って、この変更星までの距離を計算し、地球から90万光年離れているという結果を得た。この数値は、当時知られていた銀河系の直径よりも大きな値であったため、アンドロメダ星雲は我々の天の川銀河の外側にある別の銀河。 すなわち、アンドロメダ銀河であることが明らかになった。このように、リービットが発見したケフェード変更性の高度と周期の関係は、宇宙の大きさを知るための重要な手がかりとして活用された。その後も、ハップル宇宙望遠鏡を使ってのケフェード変更性の観測結果から星までの距離を求めるなど、この手法は活用されている。 リービットは生前は目立たない人物であったが、現在においては、その業績に加え、当時数少ない女性天文学者であること、耳が不自由であったことなどの理由もあって、注目されるようになっている。しかしリービットに関する、公の記録はほとんど残っておらず、日記や手紙などもあまり残されていないため、人となりについては分かっていないことが多い。天文学者として、重要な地位につくことなく、 上からの指示のもと一人の測定者として、一生を終えたことについて満足していたかどうかについても定かでない。残されている数少ない情報としては、同僚のソロン・アービング・ベイリーの書いた追悼文がある。それによると、牧師の娘ということもあって、厳格なピューリタン気質があったとのことでや、さらにベイリーはリービットについて、家族に深い愛情を注ぎ、自らより友人のことを思い、 信念を曲げず、信仰と教会に心を捧げた。他者の美点を認めることができる、優れた資質を持ち、明るさに溢れていた。その生涯は彼女にとって美しく意義深いものであったろうと記している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。